四市市役所を訪れたのは市内のは、内中学校に通う篠原せなさんです。篠原さんは今年1月26日から28日までアメリカ・テキサス州ダラスで行われたチアダンスの世界大会オールスター・ナショナル・チャンピオンシップに団体で出場見事部門優勝を果たしました。鈴木陽介市長は、 四つ街道から世界に羽ばたく方が生まれ、市民に勇気を与えてくれたと述べ、篠原さんの功績を称えましたチアで今まで学んできたことは、いつかきっと役に立つと思うので、将来に向けてどんどん,がんあの挑戦する、チャンスをもらったら挑戦することをあの忘れないで頑張っていきたいと思っています。 篠原さんは小学1年生からチアダンスを始め小学5年生からは都内に本部を置くダンススクールに所属しながら国内で開催される大会に多数出場世界大会に挑戦したのは初めての経験だということです。